お前崎ブラシのメモ今回は高齢者肺炎球菌ワクチン接種の女性について教えていただきます健康づくり課の長尾さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、それではこの女性制度について教えてくださいはい肺炎は日本人の死亡原因の第3位でまた肺炎で亡くなる方の95%が65歳以上だと言われていますその理由として免疫力の低下や 慢性的な疾患の影響などがあります特に高齢者の肺炎は症状が分かりづらいという特徴があります発熱や咳などが見られず元気がない、食欲がない、意識がはっきりしないといった様子で家族が気づかないうちに重症化する危険性もあります日常でかかる肺炎の原因菌として肺炎球菌が最も多いと言われています 尾前崎市では平成24年から65歳以上の方に対し肺炎・球菌ワクチンの接種を助成しています対象者の年齢など教えてください、はい、対象は65歳以上の方で5年以内に接種していない方です予防接種の自己負担金は2000円と周辺市と比べて少なく予防接種も受けやすくなっていますなお前回の予防接種から 5年以内に再度接種した場合は、全額自己負担となりますので、ご注意ください。詳しくは、お前崎市健康づくり課、電話番号053785-1123までお問い合わせください。詳しくご案内いたします。今回は、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種について、健康づくり課の長尾さんにお聞きしました。以上、暮らしのメモでした。